まあ、僕自身が多分本当に悪いことをやってたんでしょうけど、はい、社会からこうめちゃめちゃ責められるみたいなことが一回あって、うん、自衛隊とかからも追いかけられるみたいな。どういうこと？自衛隊から追いかけられる？警察じゃないの？自衛隊から？自衛隊です。何やったの？最後刑務所行った原因がその時の建設業の従業員がおって、こいつはなんかいろいろ悪いことしてて、こいつをちょっとにかく山に埋めないけみたいな状況になって飲酒運転で逆走して信号を無視してスピード違反してひき逃げしたみたいなことをしたら、無所ボケっていう言葉があるように、施設で刑務所ばその生活しよったら、やっぱりそのすごい一番くらいか、その社会になれないっていうのが、はい、刑務所と一緒にプロジェクトやったら、今そういうことすごいね。今職進プロジェクトっていう活動をしてて、皆さんこんにちは、シャモの山口吉高です。この番組はですね、昔やんちゃ言われた方々にゲストに来ていただきまして、私のねやんちゃ話を掘り下げるという番組になっております。やばい、ゆくぜ、ビーやばい、酒は血の一滴。それでは早速行ってみたいと思います。よっしゃー。はい、それでは本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲスト、吉村和正さんです。どうも。はい、改めまして本日のゲスト、吉村和正さんでーす。ありがとうございました。よろしくお願いします。今日はどちらご出身で？僕はもう小倉で生まれて小倉で育って今まで生きてます。年は？年が今年で35です。35、はい、前回 の松井龍介の、はいはい、松井君の同級生で、あ、同級生、はい、この番組見たことあります？ありがとうございます。あのね、やんちゃ話、はい、昔のね、恐怖体験ね、はい、恐怖体験で、まあ、自分の苦労した話、はい、でもう一つが、まあ、今後自分の、まあ、目指す目標だったり、まあ、進んでいきたい道とか、まあ、そういうふうな、まあ、未来の話をちょっと聞かせてもらおうと思うんですけど、はい、まあ恐怖体験、はい、結構あるじゃないですか。恐怖の話から。恐怖の話から。恐怖は、まあ、結構いっぱいあるんですけど、まあ、これが一番怖かったなっていうのは、うん、まあ、僕自身が多分本当に悪いことをやってたんでしょうけど、はい、社会からこうめちゃめちゃ責められるみたいなことが一回あって、うん、もうどこに行っても叩かれるみたいな、もうなんかこうあいつはみたいな、めっちゃ責められるみたいな時期があって、うん、自衛隊とかからも追いかけられるみたいな。どういうこと？自衛隊から追いかけられる？警察じゃないの？自衛隊から？自衛隊です。何やったの？上向いたらもう飛行機が追いかけてくるとか、どこに行ってももう逃げ道がないみたいな状況やったんですよ。国内駅の前で、ああ、まあ、結構な団体がいて、そいつらもめっちゃ俺のことをめっちゃ悪口言うみたいな、うん、最後もうストレスがめっちゃ溜まってたんで、うん、お前らずっと俺の悪口を言いようけど、うん、何なんだって言ったら、みんなキョトンってするんですよ、うん、結局さっき言った通り僕がただの邪気やったんですけど、でもその邪気がめちゃくちゃ恐怖だったんです。いや、それ落ち先に言っちゃったもん。もうとかどこに行ってももう逃げ道がないみたいな状況やったんですよ。それなんかやばい薬やってたんじゃないの？それ妄想じゃなくて本当に？そうですね、結局、うん、駅の国内駅の前で、もうめっちゃでもその時がでも一番恐怖やったのは分かります。もう社会からずっと追いかけられるみたいな。それはやっぱ変な薬やって自分の中で、そうです、ね、そういわゆる覚醒剤ってやつ、ね、覚醒剤だね、あれはやっぱ良くないよ。そうです、15歳の時とかもう本当にめちゃくちゃ一番やりよって毎日やってみたいな、その時も一番恐怖。15歳で手に入るんですね。15歳手に入る社会やったんですよね。もう怖いね、はい、でそれどういう風にやめたの？なんかがはっきりあってやめるとかではなかったんですけど、なかなかやめれないもんでしょこれ。あれって自分自身が変わるんで、そのなんか、まあ、結局友達がいなくなるっていうのは本当に実際、まあ、いなくなるでしょうね。そこで一番辞めないけんなっていうのがあったんですけど、まあ、結局は一番最後は刑務所に行って辞めるっていう話になってるんですけど、まあ、じゃあ、まあ刑務所に行って、はい、まあ、そこでやっと抜けて、うん、そこから帰ってきてまたやろうかなって思わなかった？やろうかなはいっぱい思います。今でも思ってるところ。今でも思ってるの？たまに。やばくない？はい、今でも明日更新してるじゃないか。明日寝たらいけん日やな、覚醒剤があったら起きれるな、でもまあしないのはしないですよ。ああ、ふとはやっぱ出てるわけな。やっぱそこまで思うんだ、はい、それがだっていくつの時よ？15でしょ。15から何歳までピークがで、最終的にしたのが21歳とか。21歳、はい、そこからもう十数年経ってても、はい、
まだその亡霊からやっぱ悩まされてる、はい、悩まされるんですね、やっぱ、まあ、きついね、それがやっぱり、それが自分の中でやっぱあれに恐怖になった、恐怖ですね、その時のやっぱ経験、まあその時、うん、友達もおらんくなったのがやっぱり一番恐怖ですね、何もなくなるっていう、あけどまあこれやった人は多分みんな同じ経験だろうから、はい、そういう経験し、僕やったことないですよ一回も、はいはいはい、だからそのどういう感覚なのかがちょっと分かんなくて、はい、けどずっとやったら分かるわけでしょ、はい、ね、けどこれはまずいなっていうのは絶対ある、もうまずいと思うからやっぱりやめたわけじゃないですか、はいはいはい、それを逆に訴えてほしいよね、はいはいはい、だからまずいっていうのはもう、うん、結局その自分自身でやってることじゃないですか、うん、だけど自分自身だけがなんか悪いことになるといいけど結局は人に影響を及ぼすっていうかなんかこう、うんうん、だけどもうみんな離れていく、で離れていったら結局一番自分が損するっていうところはあるんですけど、うん、一番はやっぱり親族にしろ友達にしろ周りが誰もおらんくなるっていう状況を自分で作っていってしまうっていうのはある、やっぱその兄弟誰もいねえんだもん、誰もいねえって誰もいない、もう一番つらいですね、やっぱ誰もいない、一人だもんね、はい、何するでも一人でしょ、はい、金はないとか、はい、なんとかは別にいいんですけど人がいなくなるっていうのはやっぱ一番きついですね、で今何やってんの、今あの僕あのレペゼンホックスっていうのをちょっと担いで、うん、そういうなんかイベントとか、うん、リンゴのボンボンズって言ってこのマークでやってるんですよ、はいはいはい、これ、はい、これで、うん、でリンゴ飴とか売ったりとか、あすごいね、これを始めたきっかけも結局、うん、なんかで社会貢献をしていこうっていうので盛り上げるそのものを作ろうで始めたのがリンゴのボンボンズっていうので、でこのリンゴのボンボンズっていうリンゴ飴屋さんでそのレペゼンホックスを担いでイベントをしてなんかもう基本は北九州盛り上げたいでやってるんですけど、ああ一緒ですね、それも本当やってます、もう北九州とにかく地元北九州、あら今やってんだこれ、これもうみんなあのこういう僕らのこういう活動に対して頑張ってって言ってくれてる企業とかのスポンサーだからね、スポンサーの人たちが、ああなるほどね、はい、バイクが走ってたりやっぱしてた、バイクも走ってた、中学生の時とかはもうやっぱそういう遊びになって、僕が最後刑務所行って出てきたの去年なんですけど、最後刑務所行った原因がその時の従業員、建設業の従業員がおって、こいつがなんかいろいろ悪いことしてて、こいつをちょっととにかく山に埋めないけみたいな状況になって飲酒運転で逆走して信号無視してスピード違反してひき逃げしたみたいなことをしたら、僕ゴールドだったんですよ免許は、刑務所ばっかりだったんで運転してないんで、はいはいはい、で刑務所ゴールドね、そう刑務所ゴールドだったんですよ、で一撃で128点引かれてもう10年免許取れないよっていうのを与えられて、いやもったいないねそれ、ゴールドから一気に128点引かれた、引かれたです、さすがにやっぱあの交通課のデコスケもなんかこう吉村128点は全国でお前多分一発で来たの初めてだと思うって言うと、ああじゃあ記録を作ったわけですね、交通事故結局なんか60点以上から10年運転できないらしいんですよ、はいはい、でダブルスコアじゃないですか、ダブルスコアだね、これはなかなか本当に見つけることはできる、まあ誇れることじゃないんですけどねでもまあそうですねいやけどさ普通だったら引き逃げまであったって言うんですよ、はいはい、死ななかったの、死んでたらもう大変なことだよ。本当そうですね。今振り返ればな。飲酒運転で捕まって今最長何年 ?25 年とか30年でしょ、はい、もう多分人生終わってるよ。終わってます、ね。30年で65とかで出てきても、はい、もう、もう、ああ、もうあの時に事故で俺が死んどきゃよかったなってなったよ、はいはいはい、ね。10年で取り消しぐらいで済んで、逆に良かったよ、うん。そうですね。本当に今それを振り返ればなんですけど、やっぱり。そうですね、今回捕まって刑務所の中で初めてなんか自分の問題に向き合ったというか、そのやっぱり時間はいっぱいあるっていう状況の中で、はいはい、いろいろ自分の人生とか振り返って、まあ、できることは本読むとかそういうことしかできないんで、そこからいろいろ学ぶっていうことをやって、やっと意識が今までやってきたことに対してを返すじゃないけど、社会に何か俺は貢献していかなきゃみたいな感じで、気づくの遅かったね、めっちゃ遅いです遅かったよ、めっちゃ遅いです、ねね、気づいてよかったけどね、はい、逆に言えばね、気づかないで死んでいく人もいるから、はい、あよかった ねこの活動も全部頑張ってもらってね、はい、そうやって皆さんが応援してくれてるので、ね、もう今この仲間たちを話したくないは、うん、いやもう、はい、もう次やっちゃったらもうせっかく台無しだよ、はい、21歳の時に離れていったレベルじゃないから、はい、今離れていったら多分もう一生離れるからね、
もうダメだね、はい、そこはもう本当大事にしようと思ってます、ね、いやまあ苦労した話もそれに準じるのかな、まあねはい、なんかね、まあ、苦労した話で言えば僕はだけ刑務所とか、まあ、そういう施設ばっかりだったんですね、うん、で帰ってくるたんびに社会に適応できないっていうか、うん、こうあまり言葉ではあれなんですけど、まあ、無所ボケっていう言葉があるように、はいはい、やっぱ刑務所でばっかり施設で刑務所ばっ、うん、その生活しよったらなかなか社会と離れたところに意識が行ってしまってるっていうか、でそこで慣れないで、お金もない、友達もいない、仕事もないで結局出てくるじゃないですか、でなかなかやっぱりすぐに仕事も取れないし、信用なんてのは取れないじゃないですか。だからそこでなんとかでももがいてもがいて、急いで急いで、でまた結局悪いことして捕まるみたいな、やっぱりそのすごい一番苦労だった、その社会になれないっていうのが、はい、だって20年とかさ勤め行ってる人なんで、はい、例えば俺がまあ19ぐらいに携帯電話が流行り、やっと携帯電話、まあ、すごい高い携帯電話が出て、はい、それまでなんかこう肩にかけるような携帯だったよ、ね、あの辺の時代から例えば20年とか勤め行った人なんで、20年も出てきたらさ、スマホになってるわけでしょ、絶対、うん、社会にはなかなかなれない、意味が分からないんだよね、はい、だってあの当時の19ぐらいの時の20年後なんて想像できない、はい、こんなでパソコンがこんなちっちゃいパソコンがあるなんて、はい、パソコン自体触ったことなかったのに、はい、そんなのやっぱ対応できないよね、なかなか、うん、それなんか出る前にそういうリハビリみたいなの刑務所であんの？あ、全くないです。全くないよ。全くないです。なんか世の中にこうね、あれそれをちょっとなんかリハビリとかあればね、本当少しは対応できるけどね。はい、僕はそこもう問題は僕は持ってるんですよ。そのやっぱり国としても制度としてもそこはちゃんとやらないんじゃいけないんじゃないかなっていうのがあって、今刑務所側と今は一緒に活動してるのが一つプロジェクトがあって。刑務所と一緒にプロジェクトやってる。今そういうことすごいね。今職進プロジェクトっていう活動をしてて、就職の職に親しいって書いて職進プロジェクトってなってて、はい、刑務所受刑者が出てきた時の雇用を守ったりとか、ああなるほど。でこの人たちが社会復帰できるためのどういうことを刑務所を変えていったらいいのかみたいな話の月に1回ぐらい会議をしてるんですよ。すごいね。でそこでいろいろ話し合ってできることはできる、でもここからはできないとか、でそこでなんかこの前法制度があって、刑務所自体を3年以内には今その結局作業をさせてみたいな懲役生活なんですけど、それを一旦変えるっていう法律がやっと決まって、3年後からは詰め方を変えるっていう風になって、まあ、法律でやっと決めることができて、あすごいねそれね。ねそしたらなかなかできないよそれ。やっぱりまあ悪いことはしてるんですけど、それを務めてやるんじゃなくて、でもこの人たちが社会に復帰して社会貢献してできるようになれば、結局日本としても良くなるよねって話にはなって。で、そういう、やっと、日本って硬いじゃないですか、やっぱり守りが保守的っていうよりは。だけど、やっとそこの行動ができてて、一歩進んだなは。なるほどね。もうなんか、ちゃんとしてんだね。俺去年出てきて、なんか、この収録に来て、お酒飲むって言ったらいきなりハイボール飲んでたから、大丈夫かな、大丈夫かなって思ったけど、ちゃんとやっぱそういう刑務所。な今、はい。いや、これ誰でもできることじゃないですよ。だから僕もなんか刑務所に慰問とか、行きたいなと思いますね。はいはいはい、ぜひもうそこでは、ね、はい、ね、一緒にそういう活動していきたいです。ね、なんかこう、歌いに行ったりしてさ、なんかこう、届けれるものがあったら、はい、そういう活動もやってみたいなとは自分も思いますね、うん、いや本当自分への国差しっていう面でもやってるとこはあるんですよ。その受刑者に対して抗議をやっていくんで、この前まで俺そこにおったなっていうのでやっぱり緊張感また持ってとか、なるほどね、自分のためにでもやっぱするようになってると思います。いやもう今後もよろしくお願いします。とりあえずちょっと友達紹介お願いしたいんですけど、はい、いいですか、はい、携帯ですか、もしもーし、はい、言うとあのシャモさんの YouTube の撮影のゲストで次出てもらえんかなっていう話もやけど、ちょっと変わるよ。どうもシャモです、はじめまして。はじめまして。あどうも、次ゲスト、よろしいでしょうか。いいとも、来た、いいとも来た、ありがとうございます。いいともじゃねえねえねえよ、いいともじゃねえよ。
日はありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じでですね、昔やんちゃ言われた方々にゲストに来ていただいております。ぜひともね、チャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。せーの、よっしゃー。のぞさビアファイ、ゆくぞビアファイ、今宵は酔いしれて騒げビアファイ、飛ばせビアファイ、そこまで伸び干せよ。よし、のぞさビアファイ、ゆくぞビアファイ、記憶が飛ぶくらい。